どうかしたか？いや、そもそも俺の目標はあいつらだった。君たちはチャンスを提供してくれたからな。今はお互い貸し借りなしだ。それと一つ忠告しておくが、あいつらからは離れた方がいい。彼らは君から金を稼げなかったからな。この先また君たちにちょっかいを出すかもしれない。それでは。ちょっと待ってよ、お前に聞きたいことがあるんだ。さっきお前はあいつらの前でその詐欺を暴いた。ってことは物の本当の情報を知ってるってことだよな。君たちは何者だ？どうしてこのことを知りたがっている？学生？あいつらが君と商売をしたのは君のそのデタラメを信じたからではないよ。え？ああそうなんだ。こいつはとってもすごいんだぞ。お前これからあいつらと武力対談するだろ。オイラたちは手伝えるぞ。神の目も持っていないのにか？やめておけ。確かにこいつは神の目を持ってないけど、元素力を使えるんだ。そうじゃなかったらオイラたちだって気軽にあのアフンなんとかのやつらに情報を聞きに行けないだろ。あいつらの怖い様子だとお前と会う日にはきっと大人数を連れてくるに決まってる。お前に助っ人がいるのかは知らないけど、オイラたちを連れて行けば何か役に立つかもしれないぞ。いいだろう、分かった。君たちはあの物を売っている商人を探しているんだろう。紙とペンはあるか？そのうちの一人の住所を教えてあげるから、運試しに行くといい。約束の時間に桟橋で落ち合おう。君たちが来なくても構わないけどな。あの商人の情報を教えてもらっておいてなんだけど、それ以前に物って一体何なんだ？君たちは物の正体も知らないのに50万も出したのか？まあ確かに、もし君が本当にすごい腕前の持ち主であれば、あいつらが本性をさらけ出した時に武力で答えを見つけられるか。物の情報を聞いているからには全く知らないわけはないだろう。どこまで知っているのか教えてくれ。そうすれば無駄なことを言わずに済む。物は多分凶霊院と関係があって、エルマイト旅団の奴らが取引をしてるだけじゃなくて、学生たちもそれを探してる。それと君たちは情報を大体掴んでいるさ。実物を見たことがないから情報をまとめられないだけだ。これが君たちが探しているものだ。よく見えなかったぞ。あの飾りみたいなのは何だ？これは缶詰知識という。簡単に言えばこれは単なる器で、特定の知識をある程度の量保存しておける小型のアーカーシャみたいなものだ。これを自分のアーカーシャ端末に接続すると、誰でもその中の知識にすぐアクセスできる。そう、誰でも。複雑な規則があり、それぞれの知識にアクセスできる人を厳格に審査するアーカーシャとは違い、これは無条件に中身のものを渡すんだ。なんだかすごそう。基本的にはこれは便利で無害な知識ベースだ。だが残念ながらスメールでこれを個人的に所持したり取引したりするのは違法だ。これは学者たちが世界中から手に入れた知識をアーカー社に保存するために作られた。使った後はすぐに処分すべきなんだ。しかしたとえ厳重に警戒していても、一部の缶詰知識は処分の運命から逃れてしまう。この世にはアーカー社にデザインされた人生に不満を持ち、これを使って運命を変えたいと思う人がいるからな。この100年、凶霊院から流出した缶詰知識はいろんな内容のものが混雑している。
そしてオルモス港では、真に価値のある錠物はエルマイト旅団の金儲けの道具となり果てた。だがエルマイト旅団がゴミとみなしたものは、一般人や教令員の不運な学生たちの役に立つことがある。俺に言えるのはこんなところだ。君の本当の狙いはそこなのか。現状の取引ではその質問に答えるのには値しないと思うが、まだ諦めないんだな。いいだろう、人が少ない場所で話そう。さっきの話の続きをしよう。教令員のなくした缶詰知識に関する情報を知りたいなら、あることに協力してくれ。ある人のところに行ってほしい。ドリーという名の旅商人だ。ゴミの缶詰知識しか持っていない商人とは違い、彼女はよく本当にいいものを手に入れているんだ。利益が出る限り彼女は何を売るのも恐れないという人もいる。彼女は教令員の人を警戒している。貨物のほとんどが教令員の感性に合わないものだからな。だが俺は彼女のブラックリストに載っているかもしれない。彼女御用達の情報屋に会ったことはあるんだが、ごまかされたんだ。ドリーのお客になって彼女の信頼を得てほしい。これが今後協力を続けるための条件だ。なんでオイラたちをそいつに合わせるんだ？ことがなるまで君たちに引き続き質問する資格はない。うん、わかったよ。じゃあオイラたちどうすればいいんだ？君たちはスメールに来たばかりの外国人だから、ドリーにとっては安全な顧客のはずだ。俺から情報屋の住所と連絡を取るための暗号を教える。暗号以外に彼女から特殊な要求があるかどうかはわからない。君たちには臨機応変に対応してもらうしかない。うわぁ、なんだか緊張してきたぞ。そして鍵になるのはドリーに会えてからだ。彼女は金銭に関するものへの嗅覚が鋭い上、商品を見る目も優れているから目の肥えている客しか好まないんだ。資金はこちらで用意するから、彼女の商品の中で質の一番良いものを買い、彼女に認められてきてくれ。だけど缶詰知識を見たのはさっきが初めてなんだ。どう選ぶのかなんて全然わからないのに、こんな短い時間で見分け方を覚えられるものなのか？うん、確かに。君たちは元素資格というものを知っているか？ほう、意外だな。また君のことを見直したよ。その能力を持っているなら話は簡単だ。ここに缶詰知識が2つある。品質の違いがわかるか？から見ると全く同じように見えるけど。元素資格を使ってもう一度見てみてくれ。おい、どうだ？何か見えるか？これが噂によれば一つの見分け方らしい。元素資格を使って見たとき、より価値のある缶詰知識はほとんどがより明るく見えるそうだ。知識は世界中に由来し、草元素力の根源でもあるからな。知識の力が強ければ草元素力の色もより明るくなるというわけだ。ただし一部の缶詰知識は強い元素力を持つにもかかわらず、その内容が現在の生活にはあまり役立てられないから価値も高くない。まあ
あくまでも小手先の見分け方だが、ドリーの信頼を得るには十分なはずだ。なんだかすごそうだぞ。これを持っていけ。情報屋の住所と暗号を書いておいた。そしてこっちは缶詰知識を買うための資金だ。モラを惜しむ必要はない。ドリーの心を動かすにはこのくらいは必要だ。もし取引後に資金が余っても返さなくていい。くれぐれも気をつけてくれ。最近一部のマハマトラもオルモス港に来た。彼らに捕まったらこれまでの努力が無駄になってしまう。マハマトラ？教令院に所属し監督管理をしている者たちで、缶詰知識の違法取引問題の処理を担当している。先ほども言った通り、缶詰知識の所持や取引は教令院に禁じられていることだ。あいつらは勘が鋭いから、目をつけられたらひどい目に遭う。もしやめておくならまだ間に合うが。わかった、交渉成立だな。もしドリーとの取引に成功したら、ウィカラ大将宿に来てくれ。その時には心を開いて話し合おう。